どうも、なえちゃんです。今回は僕の父ちゃん、まあ小学校入学する前に離婚してた父ちゃんなんですけど、最近ね、なんか電話来たりすると、なんか俺にいざ何かあった時はなんとかさんに言ってなとか言ってくるんですよ。なんかね、酔っ払ってるのは知らないけど、なんかそういうこと言われるとさ、ちょっと不安になるじゃん。だから今のうちにね、思いを伝えとこうと思って、今回は父ちゃんにいきなり電話してみたいと思います。出るかわからないけど、日曜日だからどうだろうな、昼間寝てっかな、わかんないけど、まあとりあえず電話していきましょう。やっていこう。じゃあかけていきたいと思います。はい、あ、もしもし。何？あのさ、ちょっと10分ぐらい時間もらっていいかな。何をね、長っぱなしするだ。お願いお願い。何をするだ。まあ、普通に喋るだけ、喋るだけ。え？喋るだけ。何を喋るだ。じゃあ、なんか最近っていうかさ、この間も電話くれた時さ、なんか俺になんかあったらなみたいな話してくるやん。え？俺になんかあったらなみたいな話してくるやん。俺にか、うん、パパがいいよ別に。でパパがいつか何かあったらっていう話をしてくるやん。いいよ、もう眠ってだから今。え？眠いたいの。起きてくれ。眠いの。起きてくれ、頼む。いい、大丈夫だよ。え？大丈夫。大丈夫なの？大丈夫だから。何、体悪いとかじゃないの？眠いだ、ちょっともう、あれうるさいな。違う、今は眠いけど体悪いとことかないの？ああ、ねえねえねえ。元気やん。どこも悪くないよ。ああ、もてもてんしな、コロナ、えらい増えてるしな。ああ。仕事も。昨日なんか、まあ、83人じゃんか。そうだね。あれ、もっと増えるぞ。増えるかな。100人ぐらい行っちまうな。100越すかもしれん。まあ、100は行くだろう。うん。まあ、パワーとかさ。だから今、若いしみんなたかってるだよ。え？若いしがな、うん。たがってるの。うん。ね。そうだね。もう、あの人はエイジなんだ、ワケージは。え、まあね、ワクチン打ったの？打ったよ、もう。あ、打ったの？うん。誰に見てもらったの？何よ？体偉くなかったの？偉かねえよ、別に。熱とかは？ない。え？出ない。強？うん、なんともないよ。体調悪くなってしてない。打ったとこがちょっと、最初の日だけ痛くて、うん、3日もしれ治っちゃった。あ、そうなんだ。俺もこれから多分打つけどさ、うん、え？俺も多分これから打つけどさ、おい、打っといてもいいぞ。動けなくなるから、その時は看病してくれよ。ああ、たや、さやかよりじゃん。え？さやかな。いや、だって忙しい。ああ、ルイが今ぞら。ルイも忙しい、仕事してる。ああ、そうだよ。俺も忙しい。え？俺も忙しい、仕事一人だから。酒飲んでるだけや。うるさい。もう仕事辞めたら？なんで辞めるだ。もうだって70じゃん。まだ70にならんだろ、バカ。年金もらえるでしょ、だってもう。もらえるけんな、女も年金だけで食っちゃいけんだから。うん、酒辞めればいけるって。バカ。だって、タバコだけでいいじゃん。うるさい。もう寝るよ、切るよ。じゃ、待って待って待って。眠いから切るよ、もう。あと3分、あと3分。いいよ、もう。お願いだって。こんな話なんか聞きたくねえわ。じゃ、聞きたくないじゃなくて、伝えさせてくれよ。あ、いい、いい、もう。なんで？わかったよ。わかったから。じゃあ、わかった。じゃ、最後に、最後に一つだけ。じゃあね。はい。一つだけ。いいよ。なんでよ。眠いだっつってるじゃんか。わかるけど、そんな切らなくたってや。切るよ、もう。じゃあ、おったらありがとう。じゃあね。ありがとう。はいよ。はい。おー、なんだよ。ほんとになんかね、最近ね、今ね、多分動画って知らなかったからこんな感じだったと思うんだけど、なんかね、感じてんのかな、一人で。いろんなこと。なんかそういう話してくるんですよ。小学校入学する前に両親が別れて、本当に父ちゃんとは1年に1回会うか会わないぐらいの頻度だったから、未だにねパパって呼んでるんですけど26にもなってパパって呼ぶ癖って抜けなくて、でもなんかやっぱ唯一のね父ちゃんだし、なんかあった時やっぱりそれなりにっていうか、だいぶね
悲しいことだし、だから今のうちに俺を言いたかったのに、なんか全然伝えさせてくんなかった。会いにも来てくんないんだよこの人。その俺が障害を負った時も、なんだろうな、そのなんていうの、裁判とかでそのもうあんまり金銭面のこととか関われないってなってたから、離婚した時にあまりそういうなんか援助みたいな、ダメみたいな、わかんないけど、その辺のことはよくわからないんだけど、でもお見舞いもそんなに来れなかったし、だから本当に、まあ、成人祝いで財布くれた時ぐらいと、もう一回ぐらいかな、まあその財布はね今も大事に使ってるんですけど、まあでもなんかそのだからなんていうの、俺の知ってる限り習いって名字も俺と父ちゃんぐらいしかいないから、姉と妹も結婚してるから、だからなんか習い一人ぼっちになるみたいな、寂しくなるし、なんかそのやっぱりなんだろう、俺も今までねそういう大切な人っていうのはいきなり、今いきなりの時もあったけど、ふとしたってなんていうの、もう、うん、気づいたらいなくなってたっていうのを何回も経験してきて、まあ、唯一のそのなんていうの、親戚っていうか、まあ身内でも父ちゃんぐらいだから悲しいなって思うし、だからねもう仕事もしないでねのんびり暮らしてほしいんですけど、すごいねあの肉体労働なんで昔から、そうだからもうやめたらいいんじゃないかなって思うけど、まあ、なんかそれなりに動いてないと暇なのかなとか、まあ、動いてもらってる分には元気な証拠だからいいんだけど、怪我とかしやすくなるし、それを伝えたかったのに切られました。どういうこと？父ちゃんですか？これは本当に、まあ、今動画上で恥ずかしいから父ちゃんって言ってるけど、普段もパパです。だからまあ皆さんも大事な人を大切に、日頃から感謝の気持ちを伝えておきましょう。はい、まあ動画外になっちゃうと思うんだけど、ちゃんといろいろ伝えたいと思うし、はい、まあこんな感じでした。すいません、グダグダになっちゃって父ちゃんノリ悪くて本当にすいません、奈良井家の父ちゃんが本当にすいませんでした。まあでもこれは本当サバサバしてる父ちゃんなんで、まあいいでしょう。奈良ちゃん、お父さんのこと大事にねって思ってくれた方は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまた、 See you!